一ノ関ハリストス聖教会は、岩手県一ノ関市にあるキリスト教の教会である。1872年10月、伝業者、影田孫一郎が、山目村の親戚、影田白江門宅で、聖教会の講義をしたのが始まりで、以後、山目教会となり1877年には、街道が建てられた。一ノ関村においても百七十四年には、伝業者、 パウエルツだが、陰田白江門卓で一ノ関村の人々に正教を講じ、1878年民家を仮解道にして布教した。両教会は1899年1月に合併し、岩井忠教会が発足し、5月には中里、田瀬両教会も合併した。1902年8月30日に新聖堂が山目村に建立された。 和洋折衷様式の木造2階建てで当時としては、珍しく、テラス風の廊下等があり、洋風が取り入れられていた。1階は、被災室、集会所で2階は聖堂であったが、1985年に、市の関市の都市計画事業のために取り壊された。ただし、いつでも復元できるように、市教育委員会に詳細な記録が保存されている。岩井聖教会は、 その後1952年に一関ハリストス製協会として解消し、現在に至っている。その後、現在地にフィンランドから輸入されたログハウスの聖堂と教職者が1990年に商店聖堂として完成した。山下林が制作した遺コが多数収蔵されている。ありがとうございます。